とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。以前ですね、幻の大陸に行くことができましたよね。今はもう行けないんだけども、ここだったね。こっから、こっちにジャンプして、もう行けないんだけどね。こっからこっちジャンプして、で、それで下に落ちると、変な大陸に着くところがあったんだよね。こっちからでも行けたんだよな。こっちに行って、んで、こっち側か。で、こっから飛んでも行けたんだけども、もう行けなくなってるんだわな。うん。で、こことは別に、行ける場所を教えてもらいました。それがですね、このキャンプの下側です。下の方。うん。この下の方に行くと、ゲートがありまして、その横に、この石のプラスみたいなところがあるんですよね、これ。石でプラスって書いてあるところが。こっから、下にね、行くことができます。普通だったら、落ちるのよ。落ちて、元に戻っちゃうんだけども、あのプラスの部分から、ジャンプをすると、あのね、木のところにね、乗れるのよ、まず。プラスの先っぽの方、先の方。こっからジャンプすると、木に乗れるわけね。で、こっからさらに、ちょうどいい具合のところに飛ぶと、乗れます。もう乗れた。で、そして、今行けなかったんだけども、上と下にね、移動することができるんだよね。これ結構ね、難しくって、いけ！ああ、難しいな。どうだ？お、いけたか？いけた！ほら、登ることができるでしょ。こっちまで来ることができるんです。もう崖になってるけどね。崖になってます。で、これ下だったらば、ちょっと移動することができるんだよね。ああ！ははははは！結構ね、シビアなんですよね。で、なんか回避速度 50% アップかの防具があるでしょ。あれだったらば、結構簡単に行けるらしいんだけども。あ、行けましたね。下に到着しました。下はね、ほら、結構広いのよ。でも何かあるかと言ったら、何もないんだよね。うん。まあ、こういう崖のフィールドが、続いてるだけ。です。まあまあ、うん。かくれんぼとかしたら、意外とここ見つからないかもしれません。いや、もうこれ言っちゃったらもう見つかるのか。うん。でもなかなかこれ、俺知らなかったので、教えてもらいまして、ありがとうございます。はい。ということで、今日はコメントありがとうございました。キャンプの下の方、ゲートの下のところに、このプラスの石があるので、このプラスの先っぽからジャンプをすると、新大陸に行くことができます。ちょっとね、難しいんだけども、慣れればすぐ行けるようになると思います。はい、ちょっと試してみてください。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。